どうもバーです。トラブルダークネスというループリンセス新キャラからやっていきたいと思います。前回未完編が終わりました、残りのキャラ4人ですね。で今回は、ルンでやっていこうと思います。でルン編も、未完編と同じパート4で分けて出していきたいと思いますので、多分話自体はまあ短いですし、一つ一つも動画の長さも短いかなっていう感じです。じゃあやっていきます。また寝起きに撮ってる。ミートくん、え、あ、君は確か、ジュエリア。ルンでいいよ。じゃあ、ルンさん。もう、ルンさんなんて呼ばないで。ずっとルンって呼んでたんだから。呼び捨て?俺がアイドルを?うん、だってアイドルになる前からずっと知り合いだったもん。あ、なるほど。わかったら、ルンって呼んで。いや、でもやっぱり…いいの、リト君には恋人みたいに。恋人?そうそう、私たち恋人だったんだよ。俺がアイドルと恋人なんてありえないし、いくらなんでもそんなこと。本当に?信じちゃった。ルンさん?なんでもないから。それよりほら、恋人なんだし、ちゃんとルンって呼んでほしいな。いや、でもさすがにアイドルをそんな風に。大丈夫だよ、私を口説いてきた時みたいに強引にね。俺から口説いたの？うん、今でもはっきり思い出せるよ。確か、いつ見ても可愛いね君は。まるで銀河に咲く一輪のかぼちゃの花のようだって。確かに言った。これは間違いないよ。それ口説き文句なの？てかどんなセンスしてたんだ俺。くどき文句だね。誰が何と言おうと、むしろくどき文句以外にありえないっていうか、宇宙人的には完璧に。そうなんだ。付き合おうとかそういう言葉は。ほら、私一応アイドルだから、そういうのはね、隠密にというか。恋人だけど隠してたってこと？でもさっきの言葉だけで恋人になったっていうのもちょっと不自然な気も。そこはほら、なんていうか、恋人に近い感じ？公に言えないことだし。公に言えない恋人候補ってこと？恋人候補？え、違った？そうそう、なんとなく恋人候補かもしれないっていうか、知る人ぞ知るみたいな。なんとなく知る人ぞ知る恋人候補かもしれない関係。まあそれくらいならいいよね。ルンさん？う
とにかく私たちはそういう関係だったの。だからリト君もルンって呼んでね。なんか腑に落ちないけど、まあ彼女がここまで呼び方にこだわるんだったら。わかったよルン。うん、ありがとうリト君。やべ、今日めっちゃ話短いかも。やばいやばい。いやでも短くてもいいから分けねえとな。後々がどん詰まりするからね。はい、じゃあまあ一応まあ今日最後でいいか。もう短くても読んでいきます。で、選択肢をちょっと。へえ、それじゃあ最近はあんまり撮影がないんだ。選択肢はちょっとね、 CG を回収する方の選択肢に選びます。うん、全くないってわけでもないんだけど、以前よりは落ち着いたペースだよ。おかげでこうして学校にもちゃんと来て、大好きなリト君にも会えるし。そのだったら今やってる撮影なんかもあるんだ。定期的にあるのは爆熱少女マジカル強化の撮影くらいかな。ああ、それならララが家で。ルンちゃーん。げ、見たよ昨日のマジカル強化。ルンちゃん大活躍だったね。ああ、うん、ありがとう。それでね、それでね、あの京子ちゃんが火を出すシーンなんだけど、あそこってやっぱり。あれ、ルンの雰囲気、ララが来てからちょっと変わった。京子ちゃんの新必殺技とかもっと見たいかなって思っちゃうの。そうなんだ。さっきからこっちをチラチラ見てるし。あ、これってひょっとして。なんか楽しそうだし、ちょっと外した方がいいかな。あ、リータ君どこ行くの。ああ、ちょっとトイレに。ねえ、どう思う、ルンちゃん、いいでしょ。ああ、もう、うるさーい。え、そんなこと言わないで。ほら、絶対かっこいいから、この必殺技。てか、こっちの話聞きなさいよ。せっかくのリト君との甘い時間、邪魔ばっかりして。ルンって、こんな感じだったっけ。ああ、そっか。ちゃんと見ないとかっこいいかどうかわかんないよね。そう思って作ってきたんだ。ほら、これを使えば。させるか。これ以上リト君との邪魔はさせないんだから。この銀河通販裏ルートで手に入れたくしゃみが止まらない故障爆弾で。ちょ、落ち着いて。プシュって。説明を行うぞ。衣服を一瞬にして溶かしてしまう不思議なガス、イロガーマの服を溶かす粘液が原材料。着衣消滅ガス。あ、また便利なアイテムだな。なんでそんなもの。いやー、
とふわっ。やべ、終わった。いやでも10分ぐらいは持ったでしょ。あ、そういうことか。なるほどね。まあいいや、もう4つに分けるって言ったしね、分けようか。はい、それじゃなくて今日はここまでにしようと思います。あとあとどうせ長くなるけどね、まあいいでしょ。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。